ガキが喋った？小倉ゆいちんと、その隣の席のけいちゃんちんから生まれたマスコット、おまめでちゅ。ラジオネーム、モノクロちんが、このラジオドラマへの登場を、リキュウエシュと、してくれたでしゅ。この世の出来事とは思えないが、百歩譲って、君は何が目的だ？実は、お仲間が教えでちゅ。仲間？はいでちゅ。今のところ、このニート探偵事務所には、おまめは一人しかいません。もう一人、おまめが生まれたら、お仲間になって、賑やかになると思うでちゅ。残念だが、僕は賑やかなのが苦手でね。しじまのような静けさの中で、機械音だけがかすかに響く、今のこの状態が、僕の子供最適な住環境なのだよ。あ、アリスさん、おまめに、お仲間を作ってくれないんでちゅか？静かにしたまえ。わかった。わかったから、落書きをもう一つこしらえればいいんだろ。まあ、みみー。そうでちゅ。まずは、丸を細長く書いて。丸を細長く。その丸の中に、細長い丸を横向きに書いて。丸をもう一つ横向きに。細かに敵、落ちました。はい。出来上がりでちゅ。ごまがにてき。自分で書いてみると愛着が湧くね。パンタ生まれたでちゅ。おまめ2号でちゅ。ハリスさん、産んでくれてありがとうございますでしょ。かわいい。今日から2人でハリスさんを燃えさせてあげるでちゅ。はいでちゅ。特別に君たちに毒ペを分け与えてあげようじゃないか。僕が貴重な毒ペを分け与えているなんて珍しいことなんだよ。感謝したまえ。はーい。ドッキュペ、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 ドッキュペ。あ、ハリスさん、お豆にはお口がありません。だから毒ペが飲めません。飲めません。アリス役のオグニャーこと小倉ゆいです。今日はですね、ちょっと何でしたっけ、なんだっけ、あの車で聞くやつ、 FM 系でスタートしてみてはと言われたので、そんな感じでお送りしております。元気なくなっちゃうから、やっぱいつも通りしましょうね。この音になんか合わない気がするし、よし、はい、ということでニート探偵事務所へようこそ。このラジオはアニメ神様のメモ帳を応援しつつ、そこのあなたにより神様のメモ帳を楽しく見ていただくためのラジオです。はい、ということでもう26回目です。イエーイ。今日はクリスマスイブイブイブの放送ですね。イエーイ。ということで、そんなイブイブイブを記念して、なんと突然ですが、クラッカーが なぜかあるので、いきなりですが、ポンってやって、テンションをアップしたいと思います。ちなみにこれはね、ワールドハタッカーってやつですね。クラッカーじゃない、ハタッカーって言って、旗が出るらしいです。38カ国が飛び出しちゃうらしいですよ。しかも散らからない。じゃあ、行きまーす。クリスマス、イブイブイブ、イエーイ！ここスタジオでやっちゃダメですね。匂い充満しますね、これ。あ、でもすごい。あ、これすごいですよ、みんな。本当に38カ国が飛び出てきた。ほら。一番端が日本で、これはなんだ？マダガスカル？ちっかな？わかんないけど。で、これがペルー。ペルーに、ブラジルに、うん、難しいな、いろいろ。ね、世界はいっぱいありますね。
すごい。でもこれなんかすごい可愛いですね。気になった方はちょっと探してみてください。はい、ということでテンションが上がったところで、今日のラジオドラマはすごい面白かったですが、まさかのお豆ちゃんが登場しちゃいましたね。私もうなんか原稿読んだ瞬間笑っちゃいました。お豆ちゃん可愛いと思って、どんな声でやったらいいんだろうと思ったんですけど、やっぱりこう可愛い、すっごい可愛い感じがいいかなと思って、めちゃくちゃはぁって感じお豆ちゃんって感じのにしました。そう、迷ったのが2号がすごい迷ったんですけど、なんか1号をすごい高く作っちゃったんですよ。だからこれ以上高いでも超音波になっちゃうから、さすがに高いのはなと思って、あえてちょっとハスキー目を狙ってやりましたが皆さん、おまめちゃんどうでしたか？おまめちゃんのおさらい。おまめ1号おまめ2号皆さんどっちがタイプですか？2号も意外と可愛いですよね。おまめ2号2号だよえ、なんて書いてるんだ。性別、あー、性別考えてなかったな。あ、でも2号そう考えると男の子っぽいですかね。ちょっと男の子、少年、うん、なんかよくわかんないけどね。まあぜひ皆さん、まめちゃんの感想をぜひ聞かせてください。そして最近の私の、じゃ緊急報告をしますと、最近冬休みに突入しました。やったーやったやったー。クリスマスにお正月に盛りだくさんだよね。あ、嬉しいな。朝いっぱい寝れるあと、でも宿題があるので、ちょっとね、それは早めに終わらせたいと思います。いつも早めにやっちゃう派なので、ちょっと頑張って早めに終わらせて、あと冬休みなのでずっと楽しみにしてたネイルをやりたくって。そう、可愛いじゃないですか。もう決めてるんです、毎年夏休みと冬休みのこう長いな休みにはそのネイルをするって決めてて、今年もすっごい楽しみで、もうウキウキです今から。はい、あとなんだろうな、まあもうクリスマスイブイブイブだから、うん、イブイブイブだから、皆さんクリスマスツリーとか出してるんですかね、お家とかに。実は私、群馬のお家のクリスマスツリーがすごく大きくて、で、それがちっちゃい頃毎年すごい楽しみだったの覚えてます。多分今のユイと同じぐらいの身長ぐらい、あ、結構本当に大きいんですよ。で、それ毎年出して、いろいろ小倉家独自の飾りとかをつけたりして、なんかそれが本当にいつも楽しみなので、今年もあるといいな。ん？何？はい。カワイさんがなんか独自の飾りが気になるみたいなんですけど、群馬独自じゃないですよ。けど、なんて言うんだろうな、ビーズみたいな、なんだろう、石？石の、よくちっちゃい子が UFO キャッチで取る石あるじゃないですか、ハートとかの。あれを無理やり、なんかワイヤーで巻きつけて、クリスマスツリーにつけるんですよ。たりとか、なんか、オーストラリアに行った時のコアラがいっぱいついてたりとかコアラの人形あるじゃないですか、オーストラリアお土産挟むやつあれなんかいっぱいついてたりとかそんな感じですよ。そこまで変わってなかったかな。別にそんな群馬だからってそんな面白いものはないですけどもうね、そんな感じですかね。はい、ということで皆さん、クリスマスもぜひぜひね、なんか楽しんで過ごしてください。そして昨日12月21日に DVD ブルーレイ第4巻が発売になりました。わー、もうあっという間に4巻ということで、今回のジャケ写はですね、4代目トレンジなんですが、もうめちゃくちゃかっこいいですよ。これこのかっこよさはずるいですよね。これ話の内容は知ってると特にですが、もうなんかこのレンジのこの後ろから見た、なんだ、横顔っていうんですか、かっこいい。これかっこよすぎるな。ちょっとこれは皆さんぜひゲットしてみてくださいね。はい、ということで、それではいきますよ。神様のメモ帳プレゼンツ、アリスのこちらニート探偵事務所。
この放送は神様のメモ帳制作委員会の提供でお送りいたします。電撃文庫ぶっちぎり。無関係に見えたいくつもの事件の裏に隠されていたのは、赤い天使の羽が引き起こしたあの悪夢。テレビアニメも大好評。おかしくて切ないニートティーンストーリー、神様のメモ帳第8巻、電撃文庫より好評発売中。神様メモ帳プレゼンツ、アリスのこちらニート探偵事務所。さて、まず普通と読みたいと思います。はい、早速1枚目、ラジオネームヘビースネークさんからです。ありがとうございます。ゆいゆいこんにとこんにと、初メールです。ありがとうございます。先日関越自動車道上り線の埼玉県三芳 PA で輸入版ドクペが売っていました。あ、パーキングエリア。味はノーマルダイエットチェリーです。ゆいゆいは飲んだことありますか？なければ河合さんに買ってきてもらいましょうということです。ありがとうございます。ということで、実はもうスタッフさんが用意してくださったので、ノーマルとダイエットを高6で飲んだらしいので、チェリーがここにあります。イエーイ。私チェリーはね、多分初めてかもしれないです。ダイエットはなんか飲みましたが、でも見た目はすごい可愛いです。なんか黒地にチェリーが書いてあって、デザイン的にはすごい可愛いし、なんか小悪魔系のデザインですね、これは。いいですね。じゃあそんな感じで、せっかくだし、ドクペチェリーで乾杯クリスマスをしましょうかね。じゃあ、いきますよ。メリークリスマス。あ、開かない。シュー。あれ？これ苦手なんだよな、開けるの。いててててメリークリスマス。あ、開かない。あれ、ほんとに。あ、入った。よし。ではでは、いただきます。みんな乾杯。うん、匂いはドクペですね、普通に。あ、おいしい。こっちの方がおいしい気がする、ドクペより。なんかよくいつもドクペのドクペ探求団でやってるじゃないですか、いろいろジュース混ぜるの。あれで飲んだことある味です。よくなる味です。フルーツ系と混ぜると良くなる味なので、すごい飲み慣れてて飲みやすいです。こっちのが好きだな、家はね。そんな感じで、なんかクリスマスパーティーだから出し物があるみたいですよ。さすがスタッフさん、用意ができてる。おー、これはすごいよ。みんな何だと思う？ちょっと考えてね。いくよ。これ分かりますか？いきますよ。開けました、蓋を。すごい、ずっとやりたかったんですよね。どうやってやるんだ？まず思いっきり、こうやって息を吐いてから、鼻をつまみ。吸えるだけ吸うんですか？振らない？振らないか。はぁー、小倉優です。よろしくお願いします。あ、すごい！どうしよう、なんだこれ。普通に喋ってるのに、声が変わってる。ちょっと待って。どうしよう。あ、戻った。あれ、まだ戻ってない。すごーい。もう一回。じゃあ、アリスやりますか。なんて言います？これにしようかな。特別に、君たちに毒ペを分け与えてあげようじゃないか。いいよ。じゃあ、行きます。笑っちゃいそう。特別に、君たちに毒ペを分け与えてあげようじゃないか。すごい、これ。え？どうしよう。クッピーラムネー。毒ペー。すごい！楽しい！すごい！初めてやった。みんな、どうでした？これ分かりましたか？これはよく言う、ボイスチェンジャーってやつですか？なんか初めてやった気がするけど。こんなにも声変わるんですね。絶対嘘だと思ってたら。すごーい。皆さん普段と違うゆいが見れましたね。あ、聞きましたね。すごいな。これもしかしたら私クリスマス一番の思い出かもしれない。
こんなびっくり、こんな貴重な体験をさせていただいてありがとうございます。面白かった。ね、これで、じゃあ皆さんもぜひね、これでお友達とかびっくりさせちゃってみてください。ではでは次のお便り。うん、なんかまだ声が変な気がするけど。うん、うん、うん。よし、戻ったかな。ラジオネームシャロンさんからです。ありがとうございます。おぐにゃん、こんにーとー。こんにーとー。12月4日に行われた神メモイベントに参加しました。ありがとうございます。一番面白かったコーナーは生アフレコです。第一声を聞いた瞬間鳥肌が立ちました。過去どんなセリフだったか忘れちゃいました。ごめん。アリスを演じているオグニャンの姿は普段と違い新鮮でした。オグニャンは松風さんたちのようなアドリブができるようになりたいと言っていましたね。つまりヒカササササさんや樋口由香さん、花澤香菜さんのような芸人声優を目指すということですか？教えてくださいということです。ありがとうございます。あ、まずはアフレコの時ね、すごい楽しかった。あー、よかった。なんか鳥肌が立ったってすごい嬉しいですね。私もああいう生アフレコっていうのはほとんど初めてだったので、すごい緊張してたんですけど、ちょうどね、このマスカテさんとか生ためさんとかね、のアドリブが面白すぎて、そこで一気に緊張がほぐれて、結構アリスにこうなった、なりきってこうできたんですけど、私、なんだろう、ヒカサさんとか、井口さん、花澤さんは本当に面白いですよね。なんか、あれは、あれが芸人さんっぽいって言うんですか？私、あんまり芸人さんに詳しくないので、なんかその、なんだろう、どこからが芸人さんっていうのがわかんないんですけど、そういう、芸人さんの素質があるってことですかね。でも確かにすっごい皆さん面白いんですよ。だからそういった意味では、私もなんかああいう、みんなをこう、楽しくできる、楽しい気持ちにできるお話ができたらいいなっていうふうに思ってるんですけど、それが果たして芸人さんなのかわからないですね。でも、ね、私も、ああやって、アドリブとか、なんかそういうのすごいかっこいいなと思って、いつか、その場で超面白いトークできるように、頑張りたいと思います。芸人小倉優衣への道。わっつって。すいません。では次。ラジオネーム、なめまくらさんからです。ありがとうございます。おぐにゃん、こんにーとにゃん、おぐにーとにゃん。4日の発売記念イベントに参加できました。楽しいひとときをおぐにゃんと共有できて嬉しかったです。ありがとうございます。松岡さんは期待を裏切らなかったですね。とても面白かったです。欲を言えば、アリスとアヤカのキャラソンもライブで聴きたかったです。だけど、最後のプレゼント抽選でおぐにゃが生まってしまったのは、ご愛嬌でした。ではまたこんな機会があることを願っています。とのことです。ありがとうございました。はい。ということで、いや、嬉しいですね。皆さん、楽しい時が送ってもらえたということで、私自身もすごく楽しかったので、なんかね、そうやってみんなで楽しめたっていうのがすごく嬉しいな。ありがとう。いや、松岡さんも面白かったですよね。ん？私がなまっちゃったの？私ね、なまったの覚えたんですけど、何でなまったのかがよく覚えてなくて、川瀬さん覚えてるかな？川瀬さん、なんか最後の挨拶で私、なんかなまったんですけど、覚えてますか？なんかなまりましたよね。グマなまり？そう、グマなまりなんですか？なんだっけな？そうなんですよね。なんだっけ？これちょっと覚えてる人逆にメールで忘れちゃったからね、送ってください。うん、松岡さんはね、もうまたいじられてました、皆さんに。すっごく、でも一番大変そうだったのはやっぱりその生アフレココーナーで、なんか松岡さんも初めての生アフレコだったのに、いきなりこうアドリブじゃないですか。なんかもうリハの時から言われてたんですよ。先輩方にちょっと覚悟しとけよみたいなこと言われて。でも、いや今、なんかリハの時もちょっと若干アドリブをやってて、他の声優さん方が。だから、なんか今やったから本番はやんないよみたいなこと言ってたのに、
やっちゃったから、もうすごくテンパってらっしゃって、松岡さんも。でもめちゃくちゃ面白くぴったりハマっていて、さすが松岡さんと思いながらでもすごい面白かったですね。はい、いや松岡さん面白かったなはい、ということでね、またあの買い物イベントもまたあったらね、いいですよね。では次のお便りです。ラジオネームありったけのまいたけさんからです。ありがとうございます。こんにちは、小倉ゆい様すごい、あ、ありがとうございます。勤労感謝の日から遅れること1週間、やっと耐え忍ぶ CD を変えて聴くことができました。当日に聴かなければ感動が薄れるような気がしていましたが、いやいや、どうして面白かったです。アリスと彩香のガールズトークは本編でもあまりないので新鮮でした。その上、中の人同士のガールズトーク、いや姉妹トークですね、も楽しかったです。彩香がメールを読み終えてアリスに話を振るうときに、てんてんてんだってが耳に印象深いです。またいつか企画もののCDが発売されると嬉しいです。それではゆい様お仕事にご器用にますますの発展がありますようにお祈り申し上げます、とのことで、あ、ご丁寧にありがとうございます。すごい、小倉ゆい様ってなんかいいですね。よくお仕事のファイルに書いてある名前って感じがする何の役、小倉ゆい様って、そのぐらいでしか見ない小倉ゆい様はい、いや本当にね、大事な CD、 あ、聞いてくださってて嬉しいです。本当に確かにこのキャラと中の人たちですか、私たち本人とのこのギャップがすごく出ている CD でもあって、私たち自身もあのさっきまで演じていたのにいきなりなんだろう、本当の自分に戻るっていうのがすごく楽しくてでも普段なかなかできない話とかも海野さんと二人でできたりして、なんかすごい楽しかったですね。ね、なんかキャラでラジオをやるのもすごい新鮮ですごく面白かったです。彩香となんだろう、アリスって結構いいコンビだなって改めて思いましたね。またぜひ機会があったらね、企画ものもいいですよね。その時は私また聞いてください。はい、ということで、それではここで一曲、好評発売中の神様のメモ帳キャラクターファイルアリス過去小倉優より君がここに来る2、3の理由聞いてください。別に君一人くらいいてもいなくても同じ朝だ。この部屋の仲間たちもきっとうなずくだろう。これということでまた35カ国登場です。はい、お悩み探偵団、このコーナーは皆さんからのお悩みを私小倉局長が可憐かつ優雅にスポッと解決して悩むことなく神様のメモ帳を見ていただこうというコーナーです。ということでこの35カ国たちと一緒に今日は解決していきたいと思います。じじじゃーん、じゃあ35カ国を首に巻いて35カ国パワーをもらってよし解決しましょう。まず1つ目、ラジオネーム生徒会のゆいさんからです。お、どういうことだろうありがとうございます。おぐにゃこんにーとこんにーと、突然ですが僕には好きな人がいます。お、
そんな子がいるのですが、クラスがとても離れていて進展が全然ありません。かっこ好きな人 A、 自分 G。 この間頑張ってメアドを交換したのですが、数回メールしただけでその後は全くしていません。どういった接し方をすれば振り向いてくれますか？というよりも、奥にはどんな感じの男子なら、あ、いいかも、みたいに思いますかね。好きな子は案外奥にはと思考回路が似ているので、何かの参考になるかもしれません。え？そうなの？え？うん。こんな男子はいいな、ということを、言ってもらえると嬉しいかも、みたいな感じで教えてください。ベタの悩みなんですけど、スパッと解決お願いしにゃん、とのことです。ありがとうございます。そっか、好きな子がいるんだ。え、でもメアド交換したって相当すごくないですか？まずこれができないですもんね、普通の人ね。え、すごいすごい。なんかメアド知ってたらだいぶ勝ちですよね。もうメールだってできますもんね。そっか、すごいじゃないですか。でもなるほどね、数回しただけで終わっちゃうのか、メールが。確かに内容がね、なかなかね、クラス違うと難しいですもんね。そっか、どうすればいいんだろうね。でも、案外やっぱり、こう、ひっそり行くよりも、意外とこう、あ、この子、気になってるのかなって思うぐらい、アピールしちゃった方が、逆になんかよく言うじゃないですか。最初はちょっとなんだろう、しつこいみたいな思ってるけど、そのしつこさで逆に突然連絡が来なくなると、あれってなるみたいな、よく漫画とかでもあるじゃないですか。その手はどうですかね。なんかちょっと、まあ、しつこいまではいかないですけど、こう例えば今度の、あ、なんだろうね、今度なんだろう、学校行事で何すんのとか、わかんない、今適当ですけど、なんかそういういろいろ学校の生活である中をいろいろメールとかでなんか質問していって、そしたら絶対女の子は、いや、この子絶対私に気があるんじゃないって思いますよね。そんだけメールが来れば思うじゃないですか。で、そんなところで一回スパッとやめるんですよ、メールを。やめると、あれ？あれ？この子は私に興味があったんじゃないのって絶対思うと思うんですよ。で、しばらく空いてから、またメールをするとか、わかんない。そんな感じが効果的？わかんないな。少女漫画風ですね。確かに。私そういうの好きなんですよね。現実離れしてるお話。現実離れしてるお話大好き。あ、でもちょっと夢見すぎかな、これ。ちょっとね、現実にやったらわかんないですよね、今時の女の子。わかんない、難しいな、ごめんね、なんか解決なんなくて。でも私は嬉しいですよ、なんかそう頑張ってメールをくれたりね。なんか、あ、この子なんか私のためにコメールしてくれてるんだって思えたら、きっとその女の子も嬉しいと思うし、きっとまたメールを続けてみたらいいと思います、ちょっとずつでもね。私はどんな、こんなことをされると嬉しいなっていうのは、やっぱ優しい人がいいですよね。無難ですけど、やっぱ優しさがいいと思います、男子は。なんだろう、見え見えの優しさじゃなくて、ちょっとした優しさが結構いいんですよね。なんだろう、いかにもじゃなくて、なんか自然と出る優しさ。例えば、まだ夢見ちゃうからな、私こういうのも。あ、傘が落ちましたよ。傘じゃないか。傘落ちないもんな。あ、ハンカチ落としましたよ、みたいな。絶対ないか、こんなこと。難しいですね。まあ、でもね、やっぱり無難にメアドしてるので、せっかくなんで、ちょっとメールをこう、無難に続けていって、そこで優しさを出すのもありだと思いますよ。宿題やったけど見るみたいな。クラス違うか。まあ、そんな感じの、ちょっと地味な感じで狙ってみたらどうでしょうか。頑張ってください。それでは、解決方法は、地味にメールを続けたまえ。すいません、なんか、でも一番、なんかいい気がします、これがね。メール、頑張ってください。ではでは、お次。そうだ。ここから、お悩み相談探偵団でーす。ここからは逆に、皆さんに私の悩みを解決してもらいます。
私の悩み、クッピーラムネの方とどうやったらお知り合いになれますか？これはですね、ちょっと難しかったみたいで。いつもよりはなかなかね、皆さんも、送ってくださった方もいますが、本当にありがとうございました。確かにちょっと難しかったかもしれないですね。はい、ではでは早速ご紹介したいと思います。ラジオネーム、ももさんからです。ありがとうございます。ゆいちゃん、こんにちは。こんにちは。大人とお近づきになるには、賄賂を送るしかありませんよ。賄賂？拡大成果社長室宛てに、紙メモのグッズなど、ゆいちゃんに関するあらゆるグッズをいきなり送りつけるのです。そしたらお礼に大量のクッピーラムネが送りつけられてきますよ、きっと。でも、ゆいちゃんが賄賂なんて嫌だー。どっちやねんとのことです。ありがとうございます。賄賂ってあれですか？なんか、売って、ん？お金を払って、騙しみたいな感じですか？ちょっと違う。ブツブツ交換みたいな感じ？はい。私が考える賄賂はブツブツ交換。ちょっと違う。でも賄賂ってなんかちょっと怖っぽいですもんね。なんか言葉が。賄賂。うわ、なんか怖い。怖いよ。そっか。なるほどね。勝手にも送っちゃうっていうね。いいかもしれないですね。それもそれで。私こんだけ好きなんですよ、みたいな。こんなことしてますって。自己アピールみたいな。ああ、逆にいいかもしれない。そっか。賄賂ね。そっか。ちょっと考えておこうかな。拡大成果社長さん。ありがとうございます。お次。ラジオネームペンさんからです。ありがとうございます。おぎにゃ、こんにーと、こんにーと、クッピーラムネの方とお知り合いになる方法ですが、やはり、おぐにゃの、これグッピーラムネって書いてある、この方。すごい、原型の名前を知ってるなんて。これ豆知識なんですけど、実はグッピーラムネだったんです、最初グッピーラムネって。魚のグッピーから始まってグッピーラムネだったんですけど、ビタクオンがあんま響きが良くないってことで点を取っちゃってなって、グッピーラムネになりました。はい。で、そのグッピーラムネの思いをあらゆる場所で示すのがいいと思います。とりあえずはこのラジオでどんな話をしていても、いつの間にか、グッピーラムネの話になってしまうという。アイスのこちら探偵事務所クッピーラムネスペシャルを配信してみましょう。すごい思い切った企画ですね、これ。そんな話せるかな？でも意外と話せるのかな、こういうのあったら。私のクッピーラムネ愛を発揮するっていう。面白そう。いや、たまらなくなりそうだな、でも。でもずーっと食べてそう。この回、ラムネずっと食べてありそうだな。いや、でもいいですね。まあ、機会があったらね。ラムネ愛も語れたら、ぜひ聞いてほしいですね。ではでは次。ラジオネーム、楽丸さんからです。ありがとうございます。ゆいちゃん、スタッフさん、こんにーと、こんにーと。グッピーラムネの件ですが、ゆいちゃんご提案のクピノルに一票です。ライブでは、まるでギターのピックを投げるかのように、毎回クッピーラムネをステージから投げて、お客さんにあげてほしいです。間違っても鼻に入れて、ふんって飛ばさないように。あとは、リスやウサギのコスプレもしてほしいですね。それとクッピーラムネを口に含んでいないと、会場に入れないという入場宣言があるとか、クッピドル活動を続けていれば、おのずと社長から声がかかるでしょう。ゆいちゃんが考えるクピドルのさらなる活動計画はありますか？とのことです。ありがとうございます。わあ、やっぱりいいよね。なんかね、これが一番まともな気がしてきたんですけど、私だけかな。違う？楽しそうじゃないですか？し、結構、現実でできそうじゃないですか？クピドル。あ、楽しそう。いや、いいですよ。これなってめっちゃいい案じゃないですか。まるでギターのピックを投げるかのように、クッピーラムネをステージから投げて、お客さんに与える！すごい楽しそう！みんな食べるんですよ、このクッピーラムネ。幸せじゃないですか。すごい。え、じゃあラムネで溢れるってこと、会場が。いや、想像するだけで興奮しますね。ああ、いいな。やりたい、クッピーラムネコンサート。それで、この方はレッスンやすぎのコスプレって書いてあるじゃないですか。なんかでもちょっとそれは恥ずかしいので、まあ、一回や二回はいいですけど、さすがに毎回はちょっと、
またリスかよみたいになっちゃうじゃないですか。またウサギだみたいな。だから逆になんかこうウサギとかリスのなんて言うんですか、人形、あの着ぐるみが後ろで踊ってたりとかしたらよくないですか。ちゃんとクッピーラムネのキャラで、で私の衣装はちょっとラムネを意識した、そう、まるでできて、ちょっと全部がまるでできてるような、そうそうそう、かわいい衣装にしてもらって、あー楽しそう。それで毎回クッピーラムネ物語っていうのもやって、かつ歌も歌ってみたいな。クッピーラムネ物語はこのリスとウサギとユイとこの3人のお芝居を私が一人三役で演じるみたいな。そういうの入れて歌やってみたいな。でラムネ投げて。楽しそう。いいですね。入場制限はクッピーラムネを持ってないと入れないっていう制限を続けて、そうすればさすがに声かかりますよね、クッピーラムネの方から。いやー嬉しいな。でも楽しそうだから本当に一個集めたいかも。ぜひぜひ、なんかこういうのも企画があったらね、クッピーラムネライブぜひやりましょう。ということでありがとうございました。あ、そっか、自己解決しなきゃな。どうしよう。じゃあよし、わかった、やっぱりこれが一番かな。うん、クッピーラムネラムネを、クッピーラムネライブをやりたまえ。よし、これできっと解決だ。はい、ありがとうございます。それでは私の次のお悩みなんですが、私はやっぱり関東の方なので雪遊びがあんまりできなくて、もう雪の季節じゃないですか。なので楽しい雪遊びがしたいんですが、なんか結構雪の地方の方にそのおすすめの遊びとか、ここの雪はいい雪だよとか、そういうのが知りたいです。雪を降らせてください。以上、お悩み探偵団のコーナーでした。こちらニート探偵事務所。引きこもりのニート探偵アリスとニート寸前の高校生ナルミ、依頼人の少女メオにヤクザの手が迫り、月刊コミック電撃大王で連載中、神様のメモ帳第2巻、電撃コミックスより好評発売中。さて皆さん、今週の放送はいかがでしたでしょうか。はい、ということでね、これでなんとスタップさんから、スタップサンタクロースさんからクリスマスプレゼントがあるみたいなんですよ。やった、2つもあるって。やったね、なんでしょうね。やった、楽しみだな。てんてんてん、あ、おー、メルティーキッスのいちご味だ。すごい、ありがとうございます。待って、お菓子だ。あとなんだこれは。かわいいクリスマスの袋に包まれてるけど、なんだろう。あ、すごい楽しみ。あ、これでもちっちゃめだろ。なんだろうこれ。え、なに怖い、なんか、ね、怖い怖い、これなに。やだー、びっくりした。ほんとにやめてくださいよゴキブリが入ってた。本物じゃないよ。なんていうのこれ、なんていうの、偽ゴキブリと人形。びっくりしたもん。すごい期待してたのに、今私のこの期待感、このなんかやっぱね、普段クラジオやってるからきっとなんかこれなんかちっちゃいじゃないですか。しかも何気に東急ハンズって見えたからきっとこう実用的な何かをくださるのかなと思って期待して手を入れたら、なんかムニムニしてると思う。
消しゴムかなって思ったらゴキブリが2匹ですよ。ちょっとこれいないよ。いやー、え、メルティーキッスはまあ嬉しいですけど、今この下にゴキブリがいるからもうどうしようもないんですよ。これもうもうやだ、やだふわ気持ち悪いよ。いやあ、はい、ここで恒例の宣伝タイムです。あー、なんか疲れた。あー、メリークリスマスまずは原作情報です。原作ノベル神様のメモ帳は第8巻まで好評発売中です。そしてテブさん作画のコミック神様のメモ帳も2巻前出ています。ブルーレイ DVD 情報、神様のメモ帳第4巻が好評発売中です。アニメは7話と8話が収録されています。岸田メルさん書き下ろしジャケットで初回生産限定特典でこのラジオを収録した CD ロムと、原作杉ひかるさん書き下ろしショートストーリー神様のメモ帳リバーシブル4と作品解説が収録された特製ブックレットがついてきます。他にも通常版共通特典としてオーディオコメンタリーなども収録されています。実際に予約受付中です。 CD 情報、少女さんの歌うオープニング曲変わる未来、鈴村健一さんの歌うエンディング曲アスナロ、神様のメモ帳キャラクターファイルアリス括弧小倉優衣、神様のメモ帳キャラクターファイル彩香括弧加山愛さん、テレビアニメ神様のメモ帳ドラマ CD シャッターチャンスの裏側、キャララジオアリスの勤労感謝を耐え忍ぶ CD、そして岩崎拓さんの素敵なメロディーがたっぷり入ったオリジナルサウンドトラックも好評発売中です。詳しくは公式ホームページかみも .com にアクセスしてください。そしてゲスト情報です。次回放送のゲストになんと藤島なるみ役の松岡優作さんが来てくれます。やったね、再びですよ。新年一発目から来てくださるということで、あー嬉しいですね。なのでですね、松岡さん宛ての普通歌とかあとラジオドラマの設定案をどしどしお待ちしております。皆さんぜひ送ってください。はい、ということでこのラジオは皆さんからの投稿をたくさんお待ちしております。松岡さん宛ての普通歌、なるみとアリスのラジオドラマの設定案などをどしどしお待ちしております。12月28日水曜日までに送ってください。以上、本日のラジオ終了です。ナビゲーターはオグニャこと小倉優衣でした。みんなメリークリスマス、バイバーイ。この放送は神様のメモ帳制作委員会の提供でお送りいたしました。